剣の一振り、神明解放なしでこの威力、いざ目にしてみると震えるな。ふん、振るっただけでこの威力ですか。世界に対する特攻というのもあながちホラではないようですね。ヨガ相手になろう。ローマ皇帝の降臨である。君とは共に戦ったこともあるが、状況が変わったら本気で行くぞ。ふっ、アーチャーよ、なぜそちら側にいるのだ。余も手加減などせぬぞ。今こそ我が武勇を示す時。バラの皇帝、お覚悟。はっ、ふっ、ローマにいる時よりノリノリではないか。ガウェイン教、無名とガウェイン教が合流したか。うむうむ、こうでなくては、あとはランサムと処分先生さえいれば。マスターとネロ陛下、なんと仲睦まじいことでしょう。秩序が保たれているとはまさにこのことですね。おお、これはシラクサの学士だな。いいこと言う。ヨと奏者、このカップルこそがセラフの秩序を象徴しているということだな。うむ。マスター、バラの皇帝と一緒なのか。あ、いや、いいんだ、何でもない、またの機会にする。つまむな、アルテラよ。奏者が世を選んで話してくれないのだ。ああ、話してくれないのだ。マスターよ、なんだこの気持ち、この感情、これが嫉妬、いや、イラッときたか。ガキが甘いぞ、シェイバー。うん、助かったぞ。はい、また会えるぞ、バラの皇帝。ありがたくいただくよなのであった。コロコロするぞ。ご主人様の勇姿、しかと目に焼き付けました。いけだますぎて玉もまいっちゃう。っていうか、ワイルドな野戦服もその新鮮っていうか、むしろ大好物みたいな。ああ、もうたまも野生を抑えるの大変です。私の都がご主人様とのスイートホームが、私が丹精込めて作り上げた千年鏡を汚すなんて、一体どこのドイツですか。生かしちゃおかねえ。ちょ、カルナさん、何やってるんですか、そんなところで。今の俺は我が主の敵を滅ぼす一片の槍、我が日輪のきらめきを恐れぬならばかかってくるがいい。マジで、タマモちゃん大ショック。タマモショック。まさかカルナさん以外にも敵に回った方はいませんよね。これはフラグではありませんからね。王妃、いや、今はただの新王のサーヴァントだったか。はいはい、その通りです。今はただのサーヴァントです。かつての悪事、いえいえ、王妃だったことはお忘れいただければ。そうか、すまないキャスター、気分を害したのなら謝ろう。どうやら俺は存外あの関係を気に入っていたようだ。相変わらずの素直さ。ええ、ええ、王妃のままで良いですとも、カルナさん。ぶっちゃけご主人様の良妻なら王妃と言っても過言ではありませんし。理屈としてはかなり強引だが、その心意気こそが制裁サーヴァントということか。奥が深いな。呂布宝泉、将軍にしてバーサーカーたるあなたが、あなたまで私をタマモちゃんを裏切って、うえー、勘違いはなさらぬようご主人様。これは私が何かやらかしたとか、私の悪逆で緑さんが怒発点と化したではないのです。おお、さすがの信頼です。ありがとうございますご主人様。あれ、本当に信頼されてるのかな。ちょ、ライダーさん、まさかあなたまで敵に回ったとか。
ても人徳がないのでしょうか。私、ご主人様、そのしんみりした顔禁止。億劫なメドゥーサさんらしくない。考え直してはいただけません。絶対にノーです。私の望みはセラフの幸運、そして億劫者でもありません。取り付く島がないようです。残念ですが戦うほかありませんね。出ましたね。とりあえず戦闘不能にしてください。治療や電撃はその後です。ただいま各地遠征ツアー中。アンコールは任せておいてよね。気が利きますね駒使いさん。かわいそうな狐を守ってあげるわ。心広すぎじゃないかしら。私駒使いに世話になるとは。タマモちゃん大ショック。ご主人様、ご無理はなさらず。体はもちろん心も傷つきやすいもの。息苦しい時はどうぞ私にお頼りください。繁栄雄、貴様のような大化粧がマスターと一緒にいるとはどういうことか。どういうことかなどと言われましても、妻がご主人様と共に過ごす、これすなわち当然のこととしか。一緒に過ごす当たり前のことなのか。では私がマスターと一緒にいるのは自然だな。来るがいいマスター。それは嫉妬でございます。ですがあいにくと恋愛の駆け引きもできぬようではまだまだ未熟で。直してらっしゃいませ。駆け引き、力ずくではダメなのか。この賜物の前、今は世界を守る側、大化粧としての側面は過去と切り捨て、あなた様の剣となり盾となり妻となりましょう。余計なお世話です。そも私が暴走してもご主人様が止めてくださいます。ロビンさんに心配されることは何もねえですよ。あ、そういうこと。世の平和より意中の相手からの評価の方が大事なわけか。そいつはよかった。いや、ほんと。英霊アルテラ、そう覚えるがいい。ほうほう、憤怒の大王ではないか。悪いが少し腕試しに付き合ってもらおう。マケドニアの王、イスカンダルか。今度も勝てるかどうかわからぬが、勝負だ。私はこの戦いを裁定せねばなりません。アルテラ、どうか剣を収めて。やめてくれ聖女。聞かぬのなら私はお前を破壊しなければならない。憤怒の王だった私の力、とくと味わえ栄養よ。ほう、貴様戦士に戻ったのか。ならば少しは楽しませてくれるのだろうな。私の体に刻まれた紋章、過去にこれを綺麗だと言ってくれた人がいたような気がします。記憶違いかな。戦いの時は戦士の姿に戻るのだな。アルテラよ、その力見せてみよ。私も高揚している。再びお前と戦えるのだからな。むむ、アルテラよ、しばし待つがよい。世に内緒で奏者と青空デートとはなかなかいい度胸ではないか。ん？私とマスターが共にいることは自然なことだ。そこにお前の許可がいるのか。当たり前であろう。そもそもそれは余が先にしようとしたこと。余も青空デートを楽しみたい。お前の頼みでも飲むことはできない。青空デート、私の知らない文明だ。深く知る必要がある。行くぞマスター。あ、アルテラ奏者。くんねんね、アルテラめ、弁が立つようになったではないか。だが感情が出てきたことはとても嬉しい。ライバルとしての成長はどうかと思うがな。アルテラ、援護は任せるがよい。ああ、感謝する。おっと、危なかったなアルテラよ。感謝する。お前には助けられてばかりだな。この間ネロのお部屋で
ローマ料理をいただきました。デザートのプラケンタ、美味しかったです。あら、アルテラさん、戦士の姿で戦うなんて久しぶりじゃないですか。へえ、そうだな、お前にも一つ私の力を見せてやろう。あの、アルテラさん、何を勝手に私のご主人様を連れて歩いているのですか。許可は、私への許可は。違う、これは散歩という文明を確認しているだけだ。共に歩むことに何の意味があるのか、いい文明か悪い文明か。散歩なんて、心に余裕を持つ生物ならば誰だってするいい文明ですよ。確認は大事だ、そう思わないか、キャスター。さあ、散歩の続きをしよう、マスター。セイバーさんとは一味違った愛の超新星、ライバル出現でございますね。この間、賜物お部屋でカレーライスというお料理をいただきました。最初は辛かったのですが、気づいたらおかわりしていました。あんた、私のクリスをあまり誘惑しないでよね。悪いけど、そいつは私のものだから。っていうか、独占しすぎじゃなくて。マスターと共にいることがなぜ悪いのだ。これは我が虜、離れる理由はない。カゴに入れていないだけ、善処していると言える。カゴって、あの鳥カゴ。あんた、またジャイアントになっちゃうの。っていうか、もしかしてなりたいの。それは内緒だ。